あなみまん、こんにちは、ゆずです。それでは今回なんですけども、メルペ10月からのキャッシュレス消費者還元の還元上限などを解説ということで、これまでまあいろいろとキャッシュレス消費者還元についての動画を出してきましたが、まあペイ関連の中で、あとはメルペについてまだお伝えしてなかったので、サクッとお伝えしていこうと思います。それではこの動画を初めて見る方のために念のためなんですけども、10月からの増税に伴い国が行うキャッシュレス消費者還元事業という取り組みがスタートします。まあこれは画像にも出てる通り、このポスターが出てるところであれば、 お店が提示する対象の決済方法でキャッシュレス決済を行ったら2%もしくは5%がご自身に還元されるというものになっていますまあ、実施期間は2019年の10月の1日から2020年の6月の30日までとなっています今回はそのメルペイバージョンということですね まず、今回メルペイで決済してもらえるのはメルペイポイントです。まあ、このポイントはメルカリでも使えたりとかメルペイ決済がまたはまあ、ID 決済が可能なところであれば使うことができます。次にこのポイントの還元上限は最大3万ポイントとなっています。まあ、これって思ったより高いですよね。ちなみにペイペイだったら2万5千ポイント、オリガインペイは2千ポイント、ラインペイは3万ポイントということなのでまあ、このメルペイの上限に関しては他のペイサービスの中ではちょっと高い方かな というふうには思います。ちなみにこのポイントの上限については公式ページにはこのように書かれていました。毎月のポイント還元上限は最大3万ポイントまでです。メルペイコード払いとメルペイ電子マネーのそれぞれのお支払い方法にて毎月最大1万5000ポイントまでのポイント還元となりますということなので、まあ、これに関しては ID 決済が対応している端末であれば問題ないんですけども、ID 決済に対応してない端末だとちょっと注意が必要ですね。次に還元の 対象となる支払い方法なんですけども、三つですね。一つ目はメルカリの売上金からのメルペイポイントでのお支払い。二番目、メルペイ残高払い、かっこポイントを利用したお支払いも含む。丸三メルペイ後払いということで、これいいですよね。丸二番のポイントを利用したお支払いを含むということでしたので、まあ他のキャンペーンで還元されたポイントで絡めると結構いいですよね。 このポイント還元のタイミングなんですけども、メルペのコード決済と ID 決済で若干変わります。まあ出てる通り、メルペのコード決済、いわゆるそのバーコードを見せて決済した場合は毎週月曜日。そしてメルペの ID 決済をした場合は毎月の25日ということになっているので、ここは間違えないようにお願いします。メルペのキャッシュレス消費者還元の注意点としたらもうこちらですかね。まあ90日間の有効期限ということになっています。 解説はここまでなんですけども、現在メルペではこちら2つのキャンペーンも開催中です。増税前キャンペーンと進めるペイのキャンペーンですね。先ほどちらっとお伝えしたんですけども、10月から例えばこれら2つのキャンペーンで還元されたポイントを使って、キャッシュレス消費者還元対象のお店であれば、ポイントで決済したらポイントがもらえるという不思議な現象も起きるので、まあ、ぜひですね、9月中にこの増税前キャンペーンと進めるペイのキャンペーンもうまく活用するのもいいのかなというふうにも思います。 そんなこんなで今回はメルペのキャッシュレス消費者還元について解説をしました、まあ、9月は特にメルペのキャッシュレッションペーンも力が入っているので初めて使われる方にとってはかなりボーナスタイムだなというふうに思いますこのチャンスは見逃せないところではありますね、まあ、一応あの下の概要欄にこのキャンペーンのリンクそして本日解説したメルペのキャッシュレス消費者還元のついてのリンクを貼ってますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました